下位に低迷する長野と監督の交代劇があった鳥取とのゲームでした。試合は序盤長野が比較的ペースを掴んでいきました。20分のシーンです。ここは津田のシュートがありましたが、ここはゴールキーパーがキャッチしました。鳥取はやや最初対応ができていなかったんですけども、徐々にペースを取り戻しまして、26分のシーンです。小林の遠目からのこの積極的なシュート、無回転気味のシュートはゴールキーパー田中がパンチングです。そして先制点の場面は33分に訪れました。数少ないチャンスを生かしたというような話もフェルナンジーニョ話していましたが、このシーンレオナルドからフェルナンジーニョ右足を振り抜きました。ゴールの左隅に決まりまして、これが先制ゴール、結果的には決勝点となりました。今シーズンフェルナンジーニョ4ゴール目が決まっています。ここから鳥取ペース。36分のシーン、内山からレオナルド、そして最後は加藤というシーン、ここはゴールキーパー田中のファインセーブがありました。先制点を挙げてから一気に鳥取が畳みかけるように攻勢を強めました。後半選手交代をハーフタイムでしてきた長野でしたが、鳥取がチャンスを多く掴んだ印象。58分のシーンは最後明神のクリアはクロスバー。長野は72分です。途中投入された松村、このシュートはディフェンスがよく守りました井上です。長野は1点を追いかけますが、この後のセットプレーは大きく枠を超えます。一方鳥取78分です。ここはカニが抜け出してスルーパス、ここは決定機でしたがゴールキーパー田中のファインセーブ。最後シュートは小林でした。85分、レオナルドからそして小林、最後加藤が行きましたがシュートには持ち込めません。鳥取も追加点を奪いに積極的な攻撃、ただ長野を最後まで抑え込みました。最後の94分のシーンです。90分プラス4分、明神から最後河合のシュートでしたがサイドネット。